ございます。平和に初登場。初登場です。初登場だし、あれ初対面。初対面。初対面。初登場。そうなんですよ、お二人とも初めてなんで。あらすごいとこぶち込まれたなと思いながら。あそう、そんな風には感じないよ。そうですね、なんとも言えず溶け込んでるよ。そうですね、ありがとうございます。本当によろしく。よろしくお願いします。なんかもうプロフィールはすごいのよね。本当に俳優、声優、まあここはいい。そうですね、ナレーター、これもいい、まあ、そうですね、マジシャン。マジシャンって書いてますね。マジシャン。そうですね、マジシャンの方が長くやってたので。マジシャンから声優になったん。あ、そうです、そうです。すげえな。割とそういう声優特殊枠なんなん。 AT1 プロデュースカメラマンもいる。そう、カメラマンから行くし、最近だとプロボーラーもいる。そうでしょ、いっぱいいますね。バスケも始めたりするでしょAT1 プロデュース、はい、ちょっといろいろやらせてもらってて。すごいな。出ますね、マジシャンって憧れんのよ。いや、かっこいいですよね。楽しいですよね。楽しい、大好き。マジックバーにね、戯れに行ったことがあるの。戯れに、ほんとただ飲みに行ったの、バーに。そしたらマジックバーだったの、たまたま。もうほんと驚愕よ、すごかったの。面白いですよね。面白くって、最初輪ゴム笛ぐらいだったのに、うん、最後も大スペクタクルになってみんなでもうあぜん、やばってなりますね。カレー出てきて、カレー食べたら美味しいの。それめっちゃ普通。美味しささえも変わるぐらいの。あ、これもマジックじゃないぐらいの美味しさが。びっくりしちゃった。すごいの。ほんと。わかります、そういうの。できんのマジックなんか。いますよ、だって。そりゃ。今できんの。いや、まあ、急遽。あれ、鈴木さん。はい。ダメですよ。台本バランス悪いなと思ったら、やっぱこういう場所にほら岩がやっぱ入ってますから。岩はね、気をつけてください。意味がわかんねえんだよな。岩ね。岩出すの好きなんですよ。いや、めっちゃ岩出た。岩出しますね。どっから音楽が消える。どっから岩出た。音楽消えるスタイル。その下からですよ。見えてなかったんじゃないですかね。上にかぶせちゃってたんじゃ。いや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 、ないないですか。あるわけないよ、いつものテーブルだもの。音楽がどうやんの。今撮りましたもんね。どっか、だってここに入れへんやろ。ここ入んないですね、ちょっとピシピシなんで。じゃあどこ。それはすげえよ、マジシャン。いろいろとやっております。ちょっと他にないですか。いや、まあ、そんな急遽なんです、うん、多分皆さん多分ポケットとかによく入ってると思うんですけど、フォークがここに。そうだよ ね、 そうね、意外と入ってるよね。割と必需品ですね。割と皆さん、ね、スッとね、フォーク入れちゃうよね。頷いてる方も多いんで、座るとき刺さって、そうそうそう、痛い痛い、やっちゃうもんね。やっぱあったフォークになるんですけど、うんうん、ここじゃこうも一緒にこう持って、持って、え、どう持ってばいいの。こう両手でいきましょうか。こう、はい、こうこう持ってですね。ええ、ドキドキ。この状態で思いっきりこう力で曲げちゃっていいので、グーッと。え、曲げていいの。曲げていいです。こうやって90度グーッと。え、本当に曲げていいの。はい、僕みたいに思いっきり曲げてよ。めっちゃ曲がってるんだけど大丈夫。はい、そうするとね、こう僕のは曲がってないんですよ。曲がってないじゃん。もしかして、すみません、曲げちゃったんですか。曲げた曲げた曲げた、ごめん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 。曲げちゃまずいの。見ていいですか。あー、曲がっちゃってる。曲がった。やっちゃ、やっちゃ、だって曲げてって戻り戻ります。なんで戻んの。戻りますから大丈夫です。全然意味わからん音が。そうなんですよ。ごめん、ちょっと本当に。集中しとかないとあれですよ。集中しとかないと何かが起きるかわからないんで気をつけてください。そうなんですよね。ごめん、俺本当にリアクションない。負けんなよ。2つ曲げるパターンですね。気をつけてください。本当、いや、もうさすがにこれは戻せないでしょ。ね、やっぱこう戻ってきたりとか、ね、やっぱこう綺麗に戻ってくるんですね。手元ですか。嘘でしょ。うわあ、ね、あ、見えますね。こんな感じで。ちょっと後で名刺もらっていいですか。すごい、なんだこれ。すごい、こんなこんなに尺使っていいんですか。もう今日これでいいんじゃないか。いや、俺な、俺これやりたくて、なんか売ってるやんか。あ、某、そう、そういうの売ってるショップ多いじゃん。なんとかみたいなところで売ってるやん。ありますね。で、子供もみんなこれ欲しいパパ言って、で、俺も欲しいって買ったんですよ。で、誰でもできます、うん、すごいです、すごいですって言って買ったんですよ。そしたら俺が買ったやつはこの曲がったフォークだけ入ってた。もう、ね、フォークない。あとはなんかお前の技術で何とかしろみたいな。これをどっかからうまいこと入れ替えろみたいなことですよね。そう
いやいやいや、それを知りたいんじゃん。そうなんです、それを教えてって言うんだけどそこはガッツでみたいな感じなの。あ、じゃあちょっとその経験をここに行かせて。 OKOK、 戻しましょう。鈴村さんの息で戻しましょう。これがさっきみたいに吹いたら絶対戻る。もうここをこするんですけど、しっかりとこすってもらってきますよ。ここをこすって、こすましょう。こすっていいの？はい、うん、じゃあ私持ちますね、うん、吹いてください、せーの。さすが。あ、ちょっとお願いしますよ、戻そうと思ったのにみたいな。この流れくしゃくしゃになっちゃった。くしゃくしゃになっちゃう。もうね、すごい、完全にすごい、かっこいい。やばい、惚れちゃってる、惚れちゃってる。落としたよ、一人落とせたよ。そうですね、でも戻せないでしょ、こんなの。いやいや、もうちゃんとね、戻して、戻った。戻ります、戻します、はい、全然意味わからん、全然意味わからんしか言ってない、さっきから。進めますか。進めます。やばいね、楽しい。